ち。めちゃくちゃ天気いいですね。あんなに降ってた。あ、すごい綺麗。綺麗だよ。君は綺麗だ。もう除雪が終わってますね。そんな積もなかったね。20センチぐらい積もってんの？そうだね。ゴイゴイスー。あー雪いいね。はいはいはい。ごめんな。もっと気温が低かったらもうガッチガチなのかな。この上の雪も落としとかないとね。高速道路で危ねえから。ブレーキしないで雪が。前に来るのもそうだしね。そうそうそう。後続車もそうだし。誰もいい思いしないから。パワー！パワー！テンション低いじゃないですか。あ、ほっと。りっちゃんパワーやってくれんだろうな、こんなこと言って。いや、俺はやらないよ、そんなパワー。パワー！よーし、オッケー。戻ったなり。カッチカチでしたよ、松さん。カッチカッチ。カッチカッチでしたよ。水が凍ってて、持って帰れないらしい。水が凍って、昨日、熱燗で使った水？一夜でそんな凍ったんだ。すげえ。みちゃんに返そう。忘れ物です。すげえ、めちゃくちゃ綺麗だよ、外。日が入ってきて、あとちょっとでここも日向になりそう。でもここ押せる？ここ。おお。もっとよいしょ、よいしょ。さあ、はい、サザエさん激しいな。あ、はいよー。ここも溜まってない。来る途中に買ってきた、うん、越後新さんの、うん、つけ麺があるんで、やりましょう。うまいんだよな。朝つけ麺しますか。うん、やりましょう。みちゃんもつけ麺食べる？食べる。オッケー、待ってろ。運転してない人は飲んでください。いいっすか。いいっすよ。いただきます。キモい、キモい。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。おい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 、作ってないんで僕。確かに。じゃあちょっとラーメン作ってくんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと一緒に、せっかくだから外でラーメン食いましょう。お、こんな気持ちいいな。うん、こんなテンション上がることしちゃう。うん、ちょっと待って、すごいイケメンになってる。え、風邪には見えない。あ、天気いいな。気持ちいいな、おい。これでラーメン天空引き上げずずっとしたらもう頂点でしょ。めちゃくちゃ綺麗だな、おい。すげえ。見てよ、このパウダー。ね。スノボーしたら超気持ちいいでしょ、これ。ネオト君のスマホに乗って、滑ってみれば。いけるかな？トゥルブ？トゥルブミニで。タオパイパイみたいに乗れば。スマホに。シュッって投げて。乾燥撤収はできないけど、晴れてるのっていいね。気持ちいい。いや、危ない。いや、危ない。小さくて当たんなかったわ。だいぶ片付いてきてましたね。やるか。熱燗作っていこう。カメラ。すげえ取れる。
まつげパーマかけた人がいますね。まつげパーマ置いてんじゃん、右側かけてる。あ、そっちじゃなくてこっち、こっちじゃん、ここ。ちょうどこれに聞いたかったから、ちょうどよかった。結構短くなってる。結構短くなってる。火の取り扱いには気をつけましょう。気をつけましょう。2センチぐらいいった。2センチぐらいいったじゃない。そうだよね。あ、ちょっと待って、なになになに、そんなにボケなくていいよ。お腹つっかえて出れないし。福井93センチ男。だいぶチリチリになってますよ。そこは皆さん、あの、火の取り扱いには十分注意しましょう。ちなみにまつげもパーマかかってます。本当だ。マツパかかってる。わかんのかな、わかるかな。どっちも パーマかかってる。確かに。素敵なフライパンでいきましょう。でかいね、この餃子。でかい。これ俺食うで、これケンイチで、みーちゃん、これケンイチ、俺、みーちゃんこれね。つけ麺。うまみがねえやろ。しょっぱいだけ。うまみをよこせ。ここに可愛いじゃん。可愛いじゃん、可愛いじゃん、みーちゃんのやつ。可愛い。うまみをよこせ。みーちゃんのつけ麺、これあって、にすすりしたら終わって、どっか行っちまうからね。麺一本しか食えない。これ息子のサイズも表してるから。そっちはあんま変わんないからね。甘い。うん、使いはあんま変わんねえよ。変わんねえよ、眩しいんだよ。いいね、一心さん節減ラーメン。一心さんめちゃくちゃ太っ腹なんだよね、うん、とんでもなく入ってる。一人前じゃないもん。そうそう、3玉ぐらいいっとこうか。3玉いこう。いけるかな、うん、いけるかな、このお湯量で。いけない。これがキャンプなんだよ、うん、がキャンプだよ。待って待って。みーちゃん、こっちは、こっちは餃子の最温め中ですね。こんな寒くてもバーナー使えるんですか。そう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 、あの、今真心込めて北海道ついてるから。あら、みーちゃんの昨日玉をずっと温めてた。俺のぬくもりで温めるだけ。北海道っていう機能がないんだ。そういうライフハックがあるから。これですよ。料理上手ですね。これはでも温めてるだけですから。誰だよ。俺だよ。ちゃんと混ぜてないと一つの塊になっちゃう。うん、なんで立ってんのこの人。そうそうしてる。じゃあ餃子切りましょうか。いただきます。いただきます。うわ、でけえ。はい、よいしょ。で、ちょっとつけさせて、よいしょ、出して、いただきます。うん、よし、うめえ。うまっ。もちもち、めちゃくちゃうまいね。なんかワンタンっていうか、なんだろう、めちゃくちゃ分厚いですね、この皮が。うん、失礼します。この後温泉入ってね、整っちゃうでしょ、強制的に。具の量よ。あ、みーちゃんの、みーちゃんのつけ麺のタレがもうこんだけになっちゃった。やばいじゃん、油そばや。いらね、うん、うん、チャーハン食いて。チャーハン食いて。レストラン行く。あ、このチャーハンうまいよね。うん、あ、そうなんだ。うん、前村山さんが持ってきてくれて、美味しかったんだよね。めちゃくちゃうまかった。ラーメンの麺が茹で上がったということで、ちょっと炊事場に洗いにね、湯切りと洗いに行く人、これで決めようか。一本で行こうか。男らしく。最初はグーじゃんけんぽい。
最初はグーじゃけっぽい。あ、負けたのか俺。よいお願いします。伊勢の2。よし伊勢の2。伊勢の1。おいおいおい、髪はチリチリだし、お腹痛いし、今日はそういう日だよ。いいことあるんじゃない。やけ酒。行ってまいります。お願いします。気をつけてね。こぼしたらもう俺らのご飯なくなっちゃうから。じゃあ山本君やってるスープやりましょう。いや最高だね。ね、めちゃくちゃいいわ。よし、うまそう。すごいよな、こんなにいっぱい入って1000円だからね。そうだよね、2、3人前あるもんね。チャーシューをインします。あー、めちゃくちゃうまそう。分厚いね。おい、これを雪の中食べれるという最高ですね。喜びですね。最高ですよ。しまったぞい。いいね。しまったぞい。しまった、いい感じ。めちゃくちゃ手がかじかんでる。お湯で手戻してくればよかったのに。え、お湯で。確かにすげえ冷たい水で。手が真っ赤っかだもん。手が真っ赤っかだよ。いやー、閉まりました。閉まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。こちらに。よし。まずは、いつも、どうしよう、いつもここで行こうか。じゃーん。いただきます。じゃーん。うん。あ。こっちもカツオ効いてますね。こっち魚粉入ってる。あ、もともと？へえ。うまい。うん。どれどれ。あ、今チャーシューもちょっとやった最高。いただきます。うん。チャーシューやばい。うまい。うまい。チャーシューめちゃくちゃうまい。チャーシューうまいよな。うまいね。湯沢インターチェンジからすぐ近くのね。維新さん。湯沢で降りて維新さんでラーメンお昼食べてお土産買って隣の野口。野沢野口か。野口。野口でこの餃子買って。野口の隣にはコメリもあるからね。うん、そこで巻き買って。ね、完璧なコース。コメリの巻きめちゃくちゃいいもんね。うん。なんでか。なんでかわかんないけどめちゃくちゃいいよ、うん、すごいよ。よく割れるし、うん、よく盛れるし。海苔もあるよ。あ、海苔焼いた。いいね。はい、どうぞ。昨日俺ガンガン雪に埋もれてたけど、うん、全然余裕できずで。あ、コメリの巻き、うん、うんうん。おじきもこう全国さキャンプアンギャしたけど、お毎回コメリどこのコメリでもいい巻きが売ってるんですよ。あ、そうなの。うん、あれどこね、提携したいよ。年間契約したいよ。海苔の磯貫くんもありますか。海苔めちゃくちゃうめえ。海苔うま。醤油もうまい。醤油うまい。うん。帰りまた医師に寄ってラーメン食ってきます。お土産買って帰りましょう。うん、食えちゃうね、めちゃくちゃ、ね、量があって大丈夫かと思ってる。うん。全然食えない。うん、これブレンドして豚骨醤油にするっていう。俺もやりたい。でもそれね、うまそうだ、うん、確かに。最後は豚骨醤油で締める。どう。あ、バランスいい。終わり。うん、見せた俺は。あ、うまいね。うん、うまい。おいしい。最高だね。ね、最高だわ。うん、あとはもう高菜入れ自分たち締めちまえば。ご飯かけて卵黄のせて食べたい。うまそう。あ、うまい。刻みネギと。料理詳しいですね。ちょっと聞かないんかい。誰だよ。いや、俺だよ。このね、魚粉くださいって言えばめちゃくちゃくれるから。これ普通に家に帰ってお味噌汁とかに入れてもめちゃくちゃうまい。太っ腹なんだよな。麺少なめでとかって言うとね。
なんで？みんな大盛り食べていくよ。そう特盛りが尋常じゃないんですね。特盛り尋常じゃない。大盛りで 500g だもん、麺量が。最後片付けて帰りますか。うん、さっきのあのこれに片付けも入ってたから。嘘だろ。あれの効力はもう今日終わりまで続きますよね。嘘でしょ。マジだからビール飲んでも何もいらなかった。あ、そういうこと。頑張ります。激まぶしい。日本一水を美味しそうに飲む反社会勢力の方ですか。だと思ったわ。誤解する人出るから。デレレレレレレレ。IWGP に出てくるモブキャラ。よいしょ。じゃあ結集も完了したということなので、はい、楽しい接中でしたね。楽しかったね。うん、また今シーズン何回接中できるか分かんないですけど、うん、張り切っていきましょう、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アデュー。アデュー。